はい、じゃあ今日はリライブシャツの実験を本当に現場でしてみたいんだわ。そういうの信じないタイプなんで本当違うかもしれない、ね、違うかもしれない、本当にそうずしっと来ないです、なんかマジ邪魔になるっていうか先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよって言っちゃって、おはようございます。今日も朝からおはようございます。まだサボってたの？サボってはない。今日はサボってないですか？今日ケンドル君めちゃくちゃ寝坊しとったんじゃないですかね。今日こっちは来てない、来たの遅かったんじゃないですか多分。感じだ、7時半とかやばいよはい、じゃあ今日は、まあ、久々の解体、足場解体現場に来て、はい、リライブシャツの実験を本当に現場でしてみたいんだわ。一回も来てない。僕一回も来てない。一回も来てないか。そういうの信じないタイプなんで。俺が販売してるやつだ。信じなさいよあれ。それで力出たらもうそういうことになっちゃう。ですね。3時のバッテじゃあ四までで持つときと、はい、縦字を何本がいい？三本、四本。もうちょっと漢字を掴んで。本当にリュウジさんが持ってると全然重そうじゃないんだけど。もう一番は力あるぞ。これ3枚で何キロなんですか？一枚十三キロぐらい。本当に39、40ぐらいある。50。なんで？あ、40。二人で一つの作業をする意味何？あ、そうなんだ。小間遣いちゃうよ。実験その1位は、俺がこうやってやったら倒れんねや。倒れんねや。全然動く要素ない。強すぎるもん。いいよ、はい、ね、顔がもう笑顔で余裕そう。本当こいつ強い。本当に余裕そうすぎてさ。で同じやって、でこれ俺が下に置くわ。普通に笑ってるからね。これミッチーさんとかに足つけの方がわからなくなる。実験だね。おお。結構目いっぱい。そう。前までは壊れてたっけ。そう。柔らか、ほら柔らかい人がいるんだ。全然ないよ。で自分でその体感しといて。どっちが楽か一人。どうするこれ、あんま変わりないって言ったらこの動画ボツだよ。もうじゃあリュウジさんもともと力あるから変わらんかもしれない。まあその持つ瞬間が一番やっぱ近いじゃん。あー、まあ、なるほど。やっぱ腰がなんかきそうだね、うん、あもうやっぱリュウジの力のエネルギー。なんかこれ本当に申し訳ないんですけど、リュウジさんしか実感できんと思うんだよね。視聴者側からしたらどっちも軽々しく持たれすぎてわからんもう。あいつ才能すぎるわ。だってテラでもこれ倒れたらこうだろう。倒れてたね。倒れたよな。だけどミッチーさんとかやっぱショウさんとかの力があったらそっちの人のが、まあそうだ、倒れたかもしれないですね。うん、強すぎるところじゃないよもう。かなわんよかなわん。だってこっち真剣にさ、なんかこうやって押しとんのにさ、リュウジさんめっちゃ声出し笑ってたからね。力なさすぎみたいなバカにしとるような笑いしてたから。これマークはなくて、もう太いすぎた。違うとこに目がいってるじゃん。何キロ？95キロで、身長が169と169、まあ約170で95キロだと、まあ、ちょっときついだろ。ちょっときついです。きついのあんまりよくない。効果がでも最高サイズが LL なんで申し訳ないですけど、リュウジさん95キロだと体あの痩せていただいて体にピタッとくっついた方がいいんじゃないですか。ピタッとくっついた感じ、あんまり あっちゃけサイズみたいなのを最初作ろうと思ったの、はい、ああいう感じの方がかっこいいし来やすいな、俺はしか。あんまりくっついたら効果がないみたいな。先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。いくぞ、はい、全然違う。あでも全然違う。本当違うかもしれない。ねえねえ、あの本当に一つやして、こっちわからんマジで。見とっても違う。もっと動かんもん、腰が動かん。本当に。あ、なんかそんな感じです。そんな感じ。わかるわかる。なんかカッと芯が入るだろうな。いくぞ。だから俺しかも今なんか思いっきりやっとるよ。ね、どちらにしても顔が余裕そすぎてさ、こっちからしたら。マジ顔変わってないよ申し訳ない。でも自分的には違うですか。信じてなかった自分はどうですか。芯がピーンってなんか入る。なんかファってなるだろう。なんか知らんけど。これはどこまでいく。
これも変わるんですか。変わる人は変わる。あ、でもこのかな10センチぐらい変わるってところらしいよ。でもカンタさんがちょっと変わってたよね。どうですか。あ、でも違うかもしれない、本当に。そう、あれはなんないですけど、こう上げた時に、うん、なんかずしっとこないです、なんかマジで、うん、だから体全体で分散しようかな。そうそうそう、多分。あ、でも違うですね、多分。そう、真剣にそう、もう一回ちょっと増えてやってみよう。やっぱ違う。多分なんか違う。着とった方がやっぱりいいんですか。はかどる。はかどる。笑いました、はかどる。はかどる、笑いました。あの45歳おじさん、何やろうとしてるんですか今。あ、もう全然違うわ。あの、こちら側としては普通に一緒なんですけど、リュウジさん、ほら余裕に笑ってるよ。違うよ。違います。なんかブンブンしとる。ちょっと本当にリュウジさんじゃダメだったかもしれんぐらい、ちょっと笑う。もともとが強すぎて。本気出せよ。ほら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 、もう元が強すぎだろって。違う。多分ちょっと映像で確認しましょう。どうですか。変わらんもんな。違うそれ。嘘。違う。違うです。そう。やっぱちょっと来てるとちょっと楽なんですか。楽。おお。やっぱはかどる。それだったら仕事はかどる。はかどるじゃない。すごいの作っちゃったかもしれない。ね。はかどる。ここまで言わない。は首まで。でも冬用だからあれが。あ、そういうこと。多分邪魔になるっていうか。じゃあまあ夏は V か U にして。だって汗かくから冬でも絶対に。うん、そう、なるほど。ここがすごい無理。うん、そうなんだ。それもうちょっと早く言ってくださいって。リュウジさんだから伝わりにくいけど、リュウジさん信じないって言ってた。リュウジさんが信じてるからね。本当に感じた。いや別に動画的に言ってほしくない。いや本当です、本当です。なんか別に、んで視聴者がせっかく買ってくれたのに、はい、もうこんなこと俺の信用を失いない。いやマジですよ。ただしたらなんかもううさんくせ動画。でもこれただ確かに視聴者からしたら社長信じる、リュウジさん信じた方が確かだってなるかもしれない。本当信じてない。そうそう、じゃあ実際これやってるじゃん。うん。だから確かになんか仕事へのいいかもしれないってなるかもしれない。俺にとってはプラスじゃん。うん、あ、違うわって。それが100万さん高いとはいえ、2万円って。だけど、毎日のこと。確かにね。ミライブ加工プラスもう一個特殊な機能がついてるんだって。カバロス加工っていって、ここで何個か機能がついてるんだよね。消臭とか。それがまたすごいんですよ、両方的に。醤油かけて拭く。醤油が透明になるのか。お湯とか水につけるだけでなる。水につける、ね、ここに例えばこぼしちゃうんですね。でうおうおで結構ガーッいっちゃうじゃないですか。はい、こんなに。あら、これを今度こう、ここにちょっと置くとですね、浮き出てくる。生地の表面から擦ることなく、ほんまや、振れば、はい、それ取れるんだ。あれはもう繊維に入っていってないんだ。そう、保温ってやって汗を逃がさないようにしたら、なんかいろいろ覚えてきてもらっていいですか。もうすごい機能がカバロス加工プラスリライブ加工っていうのをしてできちゃったのがはかどるよ。でこれが2月のだから2月の2日から3月1日までが日までは先行予約の方、先行予約で3月1日に発売までには絶対販売します。でこれでもうここからさらにもう今工場でフル稼働でいっぱい作ってます。先行予約してくれた人だけセール中、1000円引きの上下セットで2000円引きで、 SNS に投稿してくれて、うん、ハッシュタグはかどるってやってくれたら、うん、ハンバーグ。そうそう、リュウジさんのサイン入りとかが来るかもしれない。誰のが来るのかわからない。カンタさんか、社員が混ぜずつ配ったのかな。お前やるな、入らないで。何、ズボンもきつかったんですか。いや、ズボンは全然いい。じゃあズボンいいね。ズボンだけでも効果あるんでしょ。だってズボンだよ。じゃあズボンだけ。腰が早くなるってこと。腰が振るのが早くなるみたいな。でもさ、脱ぐでしょって。残るってちょっと残るけど。じゃだからだからさ、違う、ちょっと残ってるかもしれんけど、もう途中でなんかなくなってるからね。そうだけど途中でなくなるからね。急に。先行予約中。プレゼントも割引もあるよー。あるよー。でもあれは込みなんじゃないの、うん、込みで体が
グッて。いやだからやっぱなんていうの、上下来たら強くもっと最強になるけど、上どっちかだけでも多少効果はあるんじゃないですか。上だけの方が、上は結構効果出るから。じゃあ下より上の方が、上がダメかね。ここら辺じゃ、まあまあ腰もいいと思うんだけど、ね、一回実験しながらな、それもな。そうですね。まあそんな感じで。はい、よろしくお願いします。はい、またねー。